リアルも東海のとしみつだ。皆さん、ここがどこだか分かりますでしょうか。ここはですね、愛知学院大学日進キャンパス内にある、座禅堂でございます。そして本日僕に禅の世界を教えてくださるのがこちら、愛知学院大学の菅原先生です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてこの企画に付き合ってくれる学生さんをご紹介いたします。こんにちは、高橋紗理奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず、なぜこの大学内にこのような場所があるのでしょうか。この愛知学院は、はい、明治9年に作られたんですが、もともと曹洞宗のお坊さんの養成学校として作られました。はい、でその後今のような大学になったんですけれども、この座禅堂は学生がここで座禅をしたり、はい、特にそのお坊さんになる学生がいますので、はい、そうした学生が特に勉強する場所として作られました。まあ、せっかくお越しいただいたので、はい、よければこちらでいいんでしょうか、座禅をしていただきたいと思います。ぜひやってみてね、あの僕の煩悩を取り払っていただきたいです。わかりました。よろしくお願いします。やりましょう。としみつさん、はい、いかがでしたか。いや、僕もあの大学1年何年前ですか、もうかなり前ですけども、大学1年生の時に受けた、禅の授業以来なので、それで受けてみて、特に教則ね、あの受けた時にもう煩悩もどっか行っちゃいまして、ご覧の通りあの声もねだいぶトーンが下がってもう心落ち着いた感じになりました。またなんかそうですね、機会があれば受けて自分の心を落ち着かせて自分と向き合いたいなと思います。先生、今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。もともと仏教の修行の一つである座禅は、今やってもらった通り自分の体をしっかりと固定して、そしてゆっくりと呼吸をする。そうすると自分の心もおのずと静まる。そうした体と呼吸と心、この3つを整える、はい、そうした修行です。はい、またぜひ道に迷われた際にはお越しいただいて座禅をしていただければと思います。はい、よろしくお願いします。というわけで、としみつ禅を知るでした。バイバイ。愛知学院大学